皆さん、こんにちは。カルチョ2020のお時間がやってきました。えー、番組を務めます、えー、番組主任のを務めます、伊藤でございます。でそして一緒に番組を進めてくださるのは細井さんです。よろしくお願いします。ということで、続きがあるのかと言っていた、はい、カルチョの基本、はい、A to Z の、はいえー、今日は C、D をやっていきたいと思うんですけども、はい、前回がね、<laughs> A、B、C、D までいくつって A、B までしかなかったんでね。<laughs> 結構早いタイミングでやってきましたね。本当ですね。これ意外といけるんじゃないですか？Z までちゃんと。そうですね。行きたいですね。はい。果たしてそれして D まで行けるのか今日。うん。というところも話題なんですけども、A、B、C、D ということで今日は C 三つ目の話題ですね。あれ A なんでしたっけそもそも？あズーリーか。あズーリー。うん。B バッチョね。B バッチョ。バッチョ。はい。結構みんなコメントにあの書いてくれてましたね。いろいろあのど。 バッチョじゃなくて、なんだ、バンディエラバンだろうとああ、バンディエラも良かったですね。バンディエラも確かにそうだなと思って。バンディエラでバッチョでもいけます。バンディエラでバッチョでもいけたしね。はい。ごめん、ごめんと思いました。A to Z の中でも我々の好き嫌いによるみたいなところもあるんです。ありますからね。C ということで、イタリア語で言うとチですね。チなんですけども、僕もいろいろ考えたんですけど、はい うん、この番組名にもなっている<お>カルチョでいいかなと思ったんです、ね、基本いいですね。<laughs> まあ、テーマ的には、はい、狭く絞らないで広くみたいな感じなんですけども、カルチョですね。まあ、カルチョって、まあ、皆さんご存知の方も多いかもしれないですけども、イタリア語で、まあ、サッカーの意味ですね。で実際イタリアでな 僕が生活した中でほとんど聞いたことないんですよ。フットボールとかサッカーってイタリア人が言ってることはほとんど聞いたことがなくて、うん、まあカルチョ。うん、でミニフミニ、まあ、五人制のフットサルみたいな競技もカルチェットっていう,カルチョっていう言葉を使われてるんですけども、えー、語源的にはカルチャーレ、えー、イタリア語の動詞でケル っていう意味で、それが名詞になって、うんまあ、カルチョっていうんですけれども、まあ、日本ですとね、このカルチョって言葉が入ってきたのが、えー、相原司先生でおなじみ、ビバカルチョじゃないかなと思うんですよね。はい,はいはいはい、<laughs> 確かに確かに。まさかのフィオレンティーナが主人公で、あのはい、フィオレンティーナが舞台となって、シーナがバッティス・テゥータラと一緒に。はい セリアを戦うううというようなお話がですね、はいまあ、ビバカルチョなんですけどもそこからまあカルチョって名前、ま、漫画が出てきて、うん、まあセリアダイジェストカズさんがイタリア行ったりとか、まあ、ヨーロッパサッカーがメジャーになってきて、うん、まあカルチョとかですねイタリアのサッカーはカルチョっていうんだよっていうのが日本でも浸透してきたんじゃないかなって気がしますけども。 細井さんなんかはフ、はい、ローマンで働いた時代はそれこそ雑誌のカルチョ202をいいってまししゃまたけども、はいはい、これは本当にだから僕もそのあの雑誌でそのカルチョっていう言葉を知ったんじゃないかなわかんないですけど、うん、まあカルチョというワード自体が僕にとってやっぱカルチョ202で本当にねこれいいですか思い出話してももちろんです。あのー でさこううん、えー、っとだから高校卒業したぐらいかなだったかなにこうその雑誌に出会い、うん、まあ本当にねあのざまだにもう二十何年二十数年前ですけどえー、あんなに毎月発売日を本当にこう指折り数えて、うんえー、もう十八歳とかなのにもかかわらずリアルにああと一週間でカルチ発売日であって。 わくわくするぐらいの雑誌はもうあとにも先にもあれしかないんで、うん、あの本当にそういう意味であの編集部で働けたこととそれによってね今につながる、まあ、仕事ができてるわけなんで、まあ、カルチョというこのワード自体にめちゃくちゃ感謝してますけどねなるほど、ね、はいはいまあカルチョ、まあ、確かにそうですよね、うん、まあカルチョってまあ耳なじみもなんかいいですよね可愛らしくもありみたいなのもあるし、ねうんうん、あそうそうあと、えっと、チンクエってどういう意味ですかゴーですか こうですああのね、この後ろのユニホームが、はい、えっとその当時、だから僕がそのフロムワン、まあえー、カルチョ2002編集部にいた頃のに、えー、社内で作ったフットサルチームのユニホームなんです。うん、で、えー、っと、うん、アレッサンドロデルピエロ .com って書いてますよね、はい、胸,胸スポンサー。はい そそ、ね、<laughs> そうううでここにカルチャー2025でしょ。はいはい、で、ちょっと待ってくださいね。で、えっと、後ろがプレミアシップマガジンって当時、フロマガやったやつ、はい。プレミアリーグだけの雑誌でしたね。そうです、すサッカーズっていう雑誌。サッカーズ、前回細井さんが八塚さんの原稿を載せていたサッカーズですね。八塚さんのと倉敷さんの連載の担当だったんですよ、僕ね。 ね、っていうユニフォーム、これオリジナルで作ったチームの名前がカルチョ・チンクエっていう名前のチームで。はい、はいはいはい。2003年だって。うーん,ん、ね、実際カルチョ・チンクエってミニサッカーありますね。イタリアのカルチョ・チンクエって言いますね。すねはいはい。っていうカルチョなうん、うん、時代ですね。当時スカパーがまあ放送していて、うんえー スカッパーは当時セリアのを全社に放送していて、はい、さらにデルピエロの番組ロベルト・バッチョだけ追った番組、はい、中田英寿だけ追ってたチャンネル中田 .nettv とかもあっ,、ね、あったよな、はい、あの試合が全試合やってるのにそういった番組も毎月やってたんで 伊藤さんちなみにフロンマンに入る前、はい、まあデータマンだったわけじゃないですか。その時ってどういうふうな仕事の仕方をしたんですかいろんな番組をいろんな感じでたやってたんですか基本的にはせ、えー、と試合の中継を担当していて、うん、裏方でデータを作っていたって感じですね、うんあの。どういうデータをどのぐらいのものを作ってたんですか今だとやっぱりイ,イ,インターネットで簡単に手に手入るような、まあ もう分かりやすく言うとオプタとかデ,、うん、データスタジアムみたいなデータをエクセルで作っていて、まあ、な試合の勝敗表とか、うんえー、得点誰が決めた失て誰に決められた、PK 何決められたとかですね。あとは全試合のフォーメーション図とか、えーうん、誰が交代したとかっていうようなデータベースを全部作っていて、うん、それを全チーム分作ってましたね。へえ <laughs> 伊藤さん1人でセリア えっとそういう時もありましたけど基本的に試合が同時にキックオフしたりするので全部ではなかったですけども年間300試合ぐらいは作ってたと思います <laughs> すげえ。<laughs> それどんぐらいの重労働なんですか、まあ、ま,まあまあまああのー まあ結構同日月かって結構しんどかったですけどね。はいえー、生放送できなかったやつを月曜日に2試合録画放送で撮って火曜日に録画放送で2試合撮ってるみたいな感じではい、はい、毎週9節とか10節それじゃあ試合前例えば試合前の打ち合わせとあのえ出演者との打ち合わせの時とかに渡すんですかそ、はい、そうですそうでですす はあ、それが前回、安塚さんとお話しした時のやつです。今回のミラノダービーは何回目でどっちが何勝で敗してますとか、今、インテルが何連勝中ですよみたいなとかっていう話をすると、はい、ああ、この前のあの、 ダービービを思いい出しししててきたみたたみな話をしたりとかそういうことを記憶をちょっと読み起こすことによってその放送中にそういった話が出てきたりとかするみたいな感じでした。ちなみにその伊藤さんの資料を、えー、こうちゃんと反映してくれたアナウンサーっていうと誰ですかいや本当に皆さんやってくださって八塚さんとか西岡さんもそうですし。 当時は多かったのがやつずさんと西岡さんがセリア多かったのかな。か倉敷さんとか J スポーツとかが多かったんで、はい,はいはいはい。リーガとかプレミアが多かったんですけど、はい,はいはい。多かったいや、だから責任重大でしたよ。間違った情報をやると、そのままやっぱ喋っていただける <laughs> って言ったら変ですけど。<laughs> <laughs> まあそうですよね。はい。はいはい、っていうのもあったんで、うん、ちょっと、ドキッとしちゃう時もやっぱありましたけどね。ああ、えー。うん、いや、すごい。あの時代にそれやる,やるのすごい。 いやいや、そんなことはなかったですけども、まあ、僕にとってもやっぱカルチョっていうのは思い出深い作品ではあります。うん、まあ、ちょっと補足とかも言ってきますけども、はい、まカルチョ、うん、イタリアの現在セリアンのいるチームとかにも、うん、よくよく見ると、カルチョっていう名前をつけてるチームとつけてないチームがあるんですよね。うん、例えば、アタランタ BC なんてよく略されて書きますけども、はいはい、アタランタなんかは割と アタタランタベルガモカルルチョ、うんまあ、ベルガモの街にあるんで、アタランタのベルガモカルチョっていう名前なんですけども、一方でフットボールっていう名前を付けてるところもあって、うんまあ、分かりやすいところで言うと、ユーベントスフットボールクラブとか、ボローニャフットボールクラブとか。うん、で、なんかいろいろ調べてたんですよ、僕も。これをやるにあたり。うんうん、よくあるのが、ほら、クラブの立ち上げが。 イギリス人だだっったたたかからボールだったのかなみい結構チーム見るとフットボール使ったりカルチョ使ったり、うん、歴史によってやっぱバラバラなんですよね。なるほどね今だとスペーツやカルチョっていう名前なんですけど、うん、このシーズン中にオーナーが変わりまして、うん、その新しいオーナーがスペーツや FC にしようかなみたいなことを今や <laughs> 言, <laughs> 言ってるみたいで<ー>なんか結構フットボールとカルチョ結構入れ替わるんだなみたいな <laughs>。 ね、割とカルチョにそんなって重んじてないんだなみたいなところありますけど、まあうん、参考までに今カルチョって使ってるチームで言いますと、まあ、アタランタ、はい、あとはベネベントカルチョ、うん、カリアリカルチョ、うん、まあフィオレンティーナもそうですね ACF フィオレンティーナって書いてありますけどもアソシティオネカルチョフィレンツェのランであとは AC ミラ はい、アソシッツヨオネ、これも組織とかって意味ですけども、あアソシッツヨオネだったんだ。のアソシッツヨオネカルチョで AC ですね。まあ、ミランなんかは、ね、有名ですけども、イギリス人の人たちが立ち上げたクラブなんで、うん、で F が入りそうなものなんですけども、うん、AC はアソシッツヨオネカル,、うん、カルチョですね。あと、ナポリもカルチョが入ってます。SSC ナポリ。ああ、そっかそっかそっか。そっか ソシエタ・スポルティーバ・カルチョとかですね。うん、パルマなんかもパルマ FC の時代がありましたけど、結構破産なんかも繰り返しているんで、今もパルマ・カルチョだったりとか、うんうん、サンプドリアは US ・サンプドリアなんて書いてありますけども、はいはい、えこちらはですね、ウニオーネ・カルチョ、まあ、連合って意味なんですけど、うん、ウニオーネが、まあ、カルチョ連合のサンプドリアみたいな。うんうん、サンプドリアは若いんですよね、1950年です,そうですよね。 あとは札ルなんかも US 札ルですね、えー。っていう感じですかね。あと面白いところで言うと、ジェノア、うん、CFC はジェノアクリケット・エンド・フットボール・クラブ<う>。こちらも有名ですけど、最初にできたクラブがジェノアなんですよね、イタリアで。はい イギリス人がサッカーを持ち込んできたんですけども、まあ、イギリスといえばサッカーと並んで大人気のスポーツがクリケットということで、ジェノワクリケットフットボールクラブということで、うん、え頭文字を取って CFC というふうになっているという,、うん、ということですね。あと、ラッツィオなんかはもともと総合スポーツクラブだったんで、SS ラッツィオうう。はいはい。なので、カルチョもフットボールも入ってないんですね。なるほどソシエタ・スポルティーバ・ラッツィオ。 ということで、えー、SS、略してラッツィアというふうになってますね、えー。ローマなんかは AS ローマなんて言いますけども、こちらも先ほど何回も僕が噛んでいるアソシア、アソ <laughs> シャッツィオーネかな。ースポルティがローマ。と <laughs>、はいはい、いうふうになっております。んでカルトとかフットボールとか、割とこだわりがあるクラブとないクラブが結構あるのかなって気しますね。まあ、脱線どんどんしてきますけども。はい あとはまあカルチョというと、まあ、レギュラーシーズンのこととかを、まあ、カンピオナートなんて言ったりするんですけども、まあ、創設が1898年、うん、122年、うすね、23年目に入ったんですかね。うん、まあ中断期間もあったりとか、まあ、実際は全国リーグになったのが1929年ぐらいだったりっていうふうに言われてるんで、うん、まあそこから数えたりするケースもあるんですけども。うん えー、クイズいきましょう、見てる皆さんにも一緒に。来<き>た <laughs> これまで、はいまあ、全国リーグ1929年から始まったカンピオナートですけども、スクデットいわゆるイタリアで優勝をしたことあるクラブは何クラブあるでしょう、うん、っていう問題ですね。これはね。<laughs> はい、これは。 僕はなんと言っても解説者ですから <laughs> よくね、有名なクラブはね、りありますよね。はい、ユベントスとかミラン、インテルなんてね、はい、その知識はありますよ。よし。間違えるわけがない。ーー優勝クラブいくつあるかと。はい。ラケ <laughs> ますね、自ら。はい。いきましょう。せーの。ノットオン。 7なるほどセブンシスターじゃな上がって 7! <laughs> よろしいですかはい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。まあ、これ、いろんなところに載ってるんで見ていただけると分かるんですけども、優勝クラブ、多いところが36回、ユベントス。18回、並んで、ミランとインテル。えそして、よくこれ言われている、まあ我々、僕がセリアとかカルチャーに触れ始めた時によく言われているのが、カズさんが、 スクレット9回誇るジェノアに移籍したっていうみたいな。うんうん、でジェノアが9回で、えー、4位と。で、まあ、ただ、ジェノアの場合は、それこそ創設の1898年頃から参加しているんで、うん、その頃に取ったものが多いというふうなことが言われているので、まあ、なかなか最近は取れてないっていうのが実情です。はい、そして、グランデ・トリノなんて言われていた、まあ、トリノが7回。はい そして冨安選手が、えー、在籍しているボローニャも7回。そして同じく7回がプロベルチェンリ。今、なかなかセリアで聞かないチームですけども、うん、プロベルチェンリが7回。か,はい、かなり昔の時代にとってはですね。そしてローマが、えー、今のですでに7個ですけど、はい、<laughs> 7個です。クラブです、はいはい、ローマ3回、はい、ナポリ2回、2> はい、ラッツィ2回。2> はい <laughs> はい そしてフィオレンティーナも2回、2> はい、カリアレが1回、だいぶ行きますねサンプドリアが1回、<laughs> はい、1> でベローナが1回で、ノベーゼが1回、カザーレが1回ということで合計16クラブですね。なるほど、そんなにあるんだ。結構多いんですね。すすねなかなかその最近、えー、クラブが、まあ、他のクラブもそうですけど、まあ、消滅してしまったり、うん、かなり開復。 リーグに行ってしまったりで、ね、カザーレとかノベーズとかってなかなか聞かないんですけど、そうですね,ねそういったクラブも取ってると、やっぱり意外なところで言うと、僕も最初セリアとかを見始めたときに驚いたのが、カリアリとかベロナって優勝したことあんだみたいな、いう時がやっぱ驚きはありましたけどね。うんうん あとはまあ僕たちがセリア見始めた頃に優勝し始めたところと、やっぱ中田選手がいた時のローマとか。うん、そうですね。あの時衝撃的でしたよね。そうですね。あの頃の優勝争いは本当毎年面白かったもんな。それで言うと、ラッツィがスクレット取った時は、あの試合が先に終わってみんなでオリンピコで画面を見てて、スクレットの瞬間を待つなんていう時もありましたけども、そういう時もあったりしています。 そしてこれもですね前回,の前々回か、ユベントスの時に、安塚さんも説明されてましたけども、も、うん、スクデットリーグ優勝を10回するとステン、えー、ステンラっていう星をつけることができるんですね、はい、エンブレムの上に。なので、ユベントスですと36回優勝してるんで3つついてると。うん、で、ミラン、インテルが20回優勝すると2つになると。 でまあ、よくよく言われているのがジェノアが1回優勝すると1個つけられるのにねって言われていて、えー、イタリアセリアの中ではユベントス、ミラン、インテルしかこのステンラをつけていないということですね、うんうん、で改めて説明したいんですけども、はい、スクデットって、まあ、小さな盾の意味なんですねイタリア国旗の緑、白、赤の盾のエンブレムをつけて翌シーズン戦えると というようよななことになっていますイタリアだとサッカー以外でもですねアイスホッケーとかバスケットでも優勝チームもこのスクレットっていうふうな感じで、えー、翌シーズンがそのエンブレムをつけてプレーしているということですね。で、細井さんもやっている時かどかだと思うんですけども、はい、イタリアって、うん、数年前まで、うん、優勝トロフィーを掲げる習慣,習慣がなかったんですよね。そう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 ですね。 はい、そうなんですよね。うん、であるとき、いきなり優勝トロフィー掲げるようになったんですよね。確かに。なんかで、僕もよくよく調べたら、はい、優勝トロフィー自体は、えー、1960年からあるらしいんですよ。ああ、確かに、そうですね、それ自体の写真で、なんか、ね。そうそう、トロフィールームとかにはトロフィー飾ってあるんですだけど、うん スクレット決まった試合とか、うん、ホーム最終戦とかでそのトロフィーを掲げるセはモはいはいういはなはてはい、うんうん、セいモいはいはいはけどトロフィーは体はなかったんですよね。そう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 あいそうかいつから？いは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 年シーズンはら始まってはい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 トいは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 い ドイツだったらお皿掲げたり、プレミアリーグだったりとかはい、はい、チャンピオンズリーグだったり、トロフィーとかを受けるので、イタリアなんでトロフィーないのみたいなそうそう。昔そうでしたよね。スクデットっていうなんか盾はもらえるわけではなくて、うん、そう,そうそう。みたいな話だったんで、うん、トロフィーないんじゃないのみたいなことを言われた時もあったんですけど、トロフィー自体はクラブには渡されていたんですけども、トロフィーリフトはなかったらしいんですよね。うん、まあでも最近はもう恒例になってますよね。うん、そうですね。ね。 あれないと寂しいですもんね、やっぱね。なんかね、おう手だけ上げるみたいな <laughs> そうそうそう,そう,そう <laughs> 一応そのトロフィーにも名前があって、うん、コッパ・カンピオニ・ディタリア、まあ、そのまんまですね、はい、イタリア・チャンピオン・カップっていうような意味ですね、うん、コッパがカップという意味で、うんえー、当初、1960年に作られたときは、そのカップは45センチ、5キロ、約5キロだったそうなんですけれども、 えー、2015年56年前にですねアップデートされまして5 8ンチ8キロの大きさになったそうです、うんえー、金額にして約6万ユーロ720万円ぐらいの価値があるトロフィー高くもなく安くもなくそうですね <laughs> まあ割と見栄えが良くなったかな <laughs> はい、はい、って気がしますよねはい、はい、でちょっと話に戻りますけども、はい、まあスクデットっていうのを先ほど ご紹介しましまたけども、うん、セリエ B2、まあ、部で優勝しても、えー、スクデット獲得したとは言えないそうで同じくプロ扱いになっているセリエ C3 部ですね。3部も優勝してもスクデットとは言えないんですね。ただそのセリエ D,、まあえー、D イタリア語でアマチュアって意味がディレッタンって,って意味なんですけども、まあ、セリエ D、まあ 直接はそう言われてないんですけども、ディレッタンテ、アマチュア最高峰、まあ、日本でいう JFL みたいなところで優勝すると、うんうん、えスクデット、ディレッタンテってアマチュアのスクデットみたいなことを言われてるそうです。えー、なるほど。はい、これ、スクデットって、ほら、まあ、イタリア特有の言葉じゃないですか。で、ただ、えー、スクデットする、スクデットっていうか、スクデットイコール優勝するっていう動詞ではないから。<laughs> これ使い方がいつもその原稿にする時に <laughs> ねあの何、ー、て言うんだろうスクレットを獲得したならわかるんだけど、うん、スクレットしたではないから、うんえー、たまにねそれを間違ってるものがあったりすると、うん、なんか親ってなったり。 あのちょっと違和感があったりするのは、多分本当、イタリアの、まあ、セリエに詳しい人ならではないかなっていう,う。いやでもわかりますスクレデットを獲得するっていうのも、ちょっとぼんやりしてません、もの自体は特にないというか,か,か、うん、そう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 、名誉を獲得したみたいな感じですもんね、うん、その時自体には、うんうん。だから、ちょっとその使い方、もう一回考えた方がいいかもしれない。<laughs> 結構適当に使ってますもんね、今ね。 でうん、優勝スクデットイコール優勝みたいな言葉になったりとかね、トロフィーみたいな意味合いになっているところもありますもんね。うんうん、スクデットを掲げたってね、違いますもんね。確かに違います、ね。<laughs> <laughs> あとですね、さらに補足で言うと、うん、セリエ B はスクデットとは言わないんですけども、うん、セリエ B はトロフィーあるんですけども、うんはい、こちらはコッパ・アリベン・ラ・ビットリア。 まあ、勝者のカップみたいな感じの意味なんですけどもこちらはですね銀メッキだそうです <laughs> めっちゃ豆知識 <laughs> 銀メッキで6 0ンチ5キロあれ6 0ンチ、はい、ってことは高さ的には高い高さ的には高いです3センチほど、はい、高いですよねでですねこちらのトロフィーもその表彰式でリフトアップされるようになったのが、はい、2006 2007シーズンからだそうです。へーあ、やっぱそんな同じような時なんですね。最近なんですね。なんで2006-2007シーズン、リフトアップが始まったっていうことなんですけども、うん、何かお気づきになりませんかえー、ワールドカップ。ワールドカップの翌年というと、はい。おお、ゆうべ。そうなんですね。<っ> <laughs> ユベントスがセリエ B で優勝した時からリフトアップが始まったそうで。<laughs> これどうぞ何かをね、何かをね、か <laughs> 禁じ得ないっていうか <laughs>。それはね、それはね、あ,あのー、いろんな方向からブーイングが聞こえてきそうな。わ <laughs> <laughs> かるんですよ。<laughs> いい意味で捉えれば、ユベントスがリーグに提案してるっていうのが、はいまあね、考え方もあるかなと思ってるんですけど <laughs>。<laughs> それあれでしょって、でもそう考えると、おそらく、 えー、セリエ B のその時の優勝の瞬間も多分生中継されていてスカッパーでも全合やってた,ったやつがさん言ってましたもんねですよねはいでその見せ場としてそれが必要だったばっかりに <laughs> <laughs> そうその可能性ありますよねあるなと僕は思ってますけど、ね、なるほどねさすがイタリアだなそういうとこ、えー、かれこれですね、うん、セリエ B の,そのリフトアップトロフィーが掲げるようになって、はい 14回これまでトロフィーを掲げているんですね。で、まあ、セリエ B の優勝って、別にまあ名誉であるけども、うん、まあ昇格ができるっていうのが一番の名誉だと思うんですけども、うんうん、過去そのトロフィー14回掲げてるチーム全て違うそうなんですね。うん、ただ、監督さんだけですね、2回トロフィーを掲げている監督さんがいるそうです。はい、ここでカルチョキューです <laughs>。ちょっと待って、むずすぎる <laughs>。これははですね、はい 最大マックス星5の問題ですセリエ B のトロフィーを2回掲げている監督は誰でしょうめちゃくちゃゃくいい問題だなシンキングタイムですちょっと待ってちょっと待ってヒントを皆さんにお伝えします、はいはい、このカルチョ2020でも何度か名前が出てきている監督さんですああああ、えー 誰だろうマジで分かんねん。古い人古くもないし新しくもないです。<laughs> <laughs> 全然ヒントくんね。<laughs> <laughs> いきますよ、はいえー。2006から優勝が始まりました。優勝チーム挙げていきます。ユベントス、はい、キエーボ。 えー、なんでこれバーリー、うん、あれこれバーリーなんかで結局昇格できなかったんじゃないかな、うんえー、そしてレッチェ、うん、アタランタ、ペスカーラ、サッスオーロ、パレルモ、カルピ、カリアリ、スパル、エンポリ、ブレーシャ、ベネベントです。まあ、これを聞いてもね、ほとんどたん想像もつかないと思うんですけども。 大ヒンはい。えー、分かった気がする。今シーズン開幕時、はい、セリアの監督でした。それ言っちゃいましたそれ言っちゃいました。れしたこれはね、はい来たんじゃないかな。来ちゃいましたはい。 じゃあ細井さん答えをお願いします。はい。皆さんもよろしいでしょうかあちょっとっ。あれ、今シーズンの監督だったっけな、開幕、ま、開幕時。<laughs> <laughs> ダビデ・ニコラ。ダビデ・ニコラ、ニコラは今シーズン途中からですよ。<laughs> 違った。あ <laughs> れこれはですね、はい、難しいんで答えを言います。はい。我らが。えまさかの <laughs> ジュゼッペイヤキーニさん、ね、マジ <laughs> なるほどねセリエ B で優勝したことあるのがイヤキーニさんで、はい、2007-2008シーズンのキエボ<あ>そして13-14シーズンのパレルモだったんですねあパレルモわかるけどキエボの時そうなのかそうなんですよ僕も調べていびっくりしたんですけども2回優勝したことがあるのが、まあ、ジュゼッピ・イヤキーニさんと。 いうことですねいいまあなかなかセリアでは結果が出せないと。<laughs> <laughs> でも結構みんなそうでしょ。<laughs> まあね、うんな。よく言いますけどね、やっぱり。うん、北川さんなんかで話してよく言いますけども。はい、まあえー、あ、どうせしちゃった。さっきじゃなくて、えー、っと、ゼマン。あ ゼマンがセリエ B ですごいチーム作ると、うん、だけどセリアでは通じないみたいなことよく言われるっていう話をよくしますけども、うん、当たり前ですよと。当たり前です <laughs> <laughs> セリエ B はすごいストライカーがいないから、守備がボロボロでもなんとか攻撃がうまくいけば昇格できると。うん、ただセリアに行くとすごいストライカー揃いだから、まあ、すぐ点数取られて、うん、まあ負けちゃうんですよって話をしていて。うん まあセリエアーとセリエ B の戦い方は違うっていうのがよくいいんですけど、まあ、そこはねどこのリーグも一緒だと思うんですけどそうですねセリエビーの特集もいいつかしたいですねいやそうですね、あのー。僕も現地行ったら、あのー、セリエビー見た,見たくなるタイプなんで、うん、セリエビーのこう独特の魅力っていうのはやっぱりしかもほらセリエビーのなんてつうんですかセリエビーのチームを追っかけてるファンだって中にはいるんじゃないですか。 でしょうね。ね、そういう人たちの話もちょっと聞きたいです、ね。であ、キエーボのファンの方いらっしゃいますよ。日本でも。あ、そうかそうか。いますよね。はいはいはい、はいうん。キエーボ今シーズンね、まあ、ちょっと微妙ですけど。うん、あの面白い監督とか、懐かしの選手とかもいるんで。うんうん、ぜひ紹介する機会があればなと思いますし。そうです。あ、最近サムエルリッチ頑張ってんじゃないですか。サムエルリッチ最近エンポリで、ようやく好調ですね。ですよね。で、エンポリも。 今、セレビーで首位なんで、うん、復帰できそうだなってのもありますし、心配なのが、えー、ネスタのフロジノーネがちょっと厳しいかなそういえば、全然関係ない話していいですか。カルチョっていう言葉を、そのイタリアでこうどう重んじてるかって、まあ、最近はフットボールもあるしみたいな話あったじゃないですか。 この間あの、娘を連れて公園に行ったら、まあツイッターでも書いたんですけど、えー、マンチェスターシティのファンの方がに出会って、日本の方ですかいや、あのイギリスの方です。はい、で、マンチェスター出身だっていうから、うんえー ノ,ノエルですか <laughs> <laughs> デイビッドさんなんですけどデイビッドですって言って <laughs>、うん、でマンチェスター出身っていうからあじゃあこれはサッカーの話したら盛り上がるだろうなと思って、うんうん、僕は結構英語の発音をちゃんとしっかりした上でフットボーって言った,言った,言ったんですあなたフット、うん、ボー好きですかって言ったら、うん、あ,あサッカーねーって言われた <laughs> <laughs> お金日本に合わせてますねはい、はい ここれれあああるあるかももししなないですけどねねそんなこともありました、ね、あ<ー>だからイギリス人でもサッカーって言うんだと思ってサッカーねどうなんでしょうね、うん、行ったことないかもよくわからないですけど僕が持ってる C のネタはこれだけですけどもいやいっときますそうですね D あのー、まあダービーっていう感じで用意してるってお話をこの間の時も多分したと思うんですけど、うんうん えっと今何分喋りました ?40 分ぐらい,い行っちゃった30分ぐらい行きました行ってるかなあのダービーっていうのを用意してるんですけど、はいえー、だからこの間の,あの前回のやった時に、はいえー、結構いい資料を用意したんですよ。はいはい、ダービーのそれぞれのこう、はい、データとか、うん、こんな面白い事件があったよとか、うん、その資料あの作ったから安心して今日を迎えたら。<laughs> あのな、見つかんねえ。どっか行っちゃった、その資料。<laughs> なので、あの、はい、今日、今、伊藤さん、C を十分に喋っていただいたんで、うん、まあ、もう今日は C だけかなって。C だけかなってですね。<laughs> はい、D はじゃあ、デルビーの D ということですね。そうですね。また、あの、これもう2年ぐらいかけて Z までたどり着こうと思ってるんで、うん、うん。ゆっくりやればいいかなって。なるほど。はい。デルビーの、D うん、楽しみですね。ちなみになんか伊藤さん、ダービーで思い出ありますうん。トスカーナダービーってやっぱ結構盛り上がるんですかいや、トスまあ、エンポリにとの試合とかもよく行きますけど、うん、まあ普通、そこまでですかね、どっちもは強くないんで。うん え僕が行ったのが、うん、フィオレンティーナとボローニャの試合19歳のところ行ったんですけどはい、はい、これあんまダービーとは言わないんですけどアペニンダービーって言ったりするところもあってダービーってもうちょっとこっちになってますけどライバルみたいなところもちょっと含んでるじゃないですか。日本だとなかなかそういった文化がないんですけど昔の因縁とかがやっぱあって街士のそのいがみ合いのって、うん もうあるじゃないですか、はい、そういうのも含めてアペニンダービーっていうのがあって、うん、イタリアってその長靴型してますって話があると思うんですけども、うん、そのイタリアってその高い山が、えー、その足に沿って山が連なってるんですね。うん、でフィレンツェとボローネってその山を挟んだ町同士なんですけどもなんでそこがアペニン山脈とかっていうふうに呼ばれていてアペニンダービーっていうんですけども、うんうん、僕がですね 何も知らない、まあ、19歳の頃にフィオレ、ボローニャ対フィオレンティーナ見に行ったんですよ。レナとダルラーラに。うん、当時はバッチョがボローニャに行って、その1シーズンしかいない時ですよ。あ<ー>めちゃくちゃいい時ですね。ボ,ボ,ーズボーズのバッチョがいて、うん、バティス・テューターがいて、うん、今でも多分、ね、出てくるんですよ。あのバッチョとバティス・テューターが肩組んでる写真。ああ、はいはいはい。あの試合僕見に行ってたんですけど、チケットがなくて、 今でこそ少なくなってるダフ屋から買ったんですよ。で、ダフ屋から買って、まあ、大した値段じゃなかったんで、ダフ屋から買って、超ラッキーと思ったら、うん、チケット見てみたら、えー、とアウェイ席って書いてあって、うん、まあフィオレンティーナのアウェイ席ですよ。はいはい、まあまあ、僕にとってフィオレンティーナのアウェイ席、全然問題ないぜと思ってるんですけど、はいはい、で、ボローニャとフィオレンティーナって、僕当時そんなに仲悪いって知らなくて。うん、まあ なんか悪くても悪くなくても、割とイタリアってアウェーサポーターが敵地のスタジアムに行くときって割と警護がすごかったりとかするんですけど、フィオレンティナサポーターってまああんま評判がよくないんですね、イタリアで。で、アウェーのチケット見せたら、チケット入ろうとしたら、これここじゃないよ、ここじゃないよって言われて、たどり着いたのがアウェーの席で、行ってみたら、警官がマシンガー持って200人ぐらいいて <laughs>。 そこでなんかそこを通って、まあ、入っていって、はい、すごいコーナーの狭いところで試合を見させてもらって、うん、まあその試合はねバッティーステータのゴールで1対1で確か引き分けてるんですけどもうん、うん、後半のなんか30分ぐらいに同点ゴール決めた時にあのゴール裏のボロニアの取る席のところにババババ,バ,バッてアクリルのサポーターが騒い叩いて、はい うちのパティが決めたぜみたいなことやってたら、ボロネサポーターから口笛が鳴って、コインとかライターの雨が降ってくるみたいな <laughs> <laughs> ことを経験しましたね、えーで。試合は1対1で終わって、うん、でまあ、やったぜ、勝ち点1だぜみたいな感じだったんですけど、えー、アウェイサポーターはホームのサポーターが全員帰るまで帰れなくて、うん、残されて。うんで 当時は多分フィオレンティーナサポーター、僕も含めて200人ぐらいなんですけど、うん、それこそさ最初にいた警察官、マシンガン持った警察官が、全員、うんえー、道を作っていて、はみ出さないように <laughs>。<laughs> <laughs> で、その終わりには、<ー>その終わりにはバスが待っていて、うん、バスに詰め込まれていくわけです。 で、僕も詰め込まれて、はい、まあ友達と一緒に行ってたんですけど、詰め込まれて、で、どこにも行かないように、そのボローニャのチェントラーレ駅まで、うん、そのバスが行くんですね。うん、パトカーに先導されて、はい、して、まあ、それだったらラッキーみたいな思ったんですよ。駅までただで帰れるぜと思ったら、うんうん、もうね、そのバスにね、バス乗ってると、ね、石とか投げられまくるんですよ。すげ,ーすげー <laughs> 石とか木とかめちゃくちゃ投げられて。 うわー、これがアウェイかって。なるほど。なるほど。っていうのを経験して、え、9 0何年。7年です。発煙筒とか石とか投げられまくって。そのバス、多分ね、ボローニャのバスなんですよ。ボローニャの市のバスなんですけど、も投げられまくって、そんな関係ないんだなと思いながら。へい。ー。で、 まあ駅に着いて、うん、駅でも電車が待ってて、うん、その電車に全員押し込められる。はいはいはい,はいはいはい。全然まで帰りなさいみたいなことがあって、<る>割とまあどこのリーグとかでもそういう、どこの試合でもそういうの起こるんですけど、あんま仲が良くないサポーター同士だと。で、ああ、これがダービーかっていう、ね、感じましたね。ああ、それはすごい。まあ19歳で、うん、<度>それはすごいわ。カルチョを 知りたいがためにイタリアに行った少年にとっては刺激が強すぎ <laughs> いや強すぎ強すぎですよそれは刺激が強すぎたって思い出はありますね、えー、なるほどねそうそうだから多分僕もねあだ まあせっかくそういうふうに、ちょっとこれ、ダービー自体のあれ延期したまた次回やりますけど、なので、あのコメント欄でも何でもいいんですけど、皆さんの、それぞれ、まあほら、サポーターでいらっしゃるでしょうから、自分にとっての思い出のその試合、ダービーのゲームとか、ぜひ書いていただいて。 そしたら、あの次回のそのやるやときにそれを取り上げさせてて、まあ見に行った試合とかでも話して,ても面白いと思いますしね,ねそういうのはエピソードあの、ダービーにまつわるエピソードがあったら、どんどんコメント欄に書き込んでいただければと思います。まあよくセリアで一時期多かったとが、6大ダービーがイタリアに揃ったみたいなことを言われていて、トリノ、うん、ミラノ、ベローナ、うん、エラスプとキエムのエラス、あとはローマ、うん、あれよジェノバ、うん あれ5台だったかな、もう1個 <laughs> なんか見逃してる気がするけど、えー、はい、いうのが、まあ、5台ダービーがあったみたいなと言われた時あったんですけども、まあ、それ以外でも調べると結構あったりするんで、そうですね僕が言ったのはねリボルノとピサのねダービー。リボルノとピサね。意外に仲が悪いんですよ、リボルノとピサ。あとやっぱ勘違いされがちなのが、うん ユベントスとミランがイタリアダービーみたいな書き方してるところとかもあったりするんですけども、詳しくはそうは言ってないですね。そうですねあとはいいと、一好きなのはね、あのレッジーナ・メッシーナの海峡ダービーですよね。懐なんかあの時代、やっぱり駿、まあ、介選手がいたあたりとかに、それを知ったのかな、多分 ましたね海峡ダービー、うんはい。海峡ダービーってかっけえなーと思いながら。<laughs> ねええーうん、イタリアの地図は足でボールを蹴ってるみたいな例えられたりしますけども、はい、足のつま先とそのボールの端っこがの街同士の対戦ということで、うんうん、海峡ダービーなんて言われましたよね。うんうん、あなるほどそういうのも出てくるわけですね。そそうそう,そうだかからああとなんかなんとなななんんく、あのー 渋くていいなと思ってたのはバーリーとレッチェのプーリアシューダービーーーリアダービーです、ね、うーんかかとですねそうそうかかーー、ね、その辺もなんかーー、ねうん、レッチェ好きだったから、うん、なんかあ結構印象に残ってますね当時なるほどそういうのでもいいので<ー>気になったもがあったらどんどん書いてほしいとそう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 ですねだって多分まあねもちろんミラノダービー見に行ったことある人はいっぱいいるだろうし、うん、ローマダービーの思い出も ある人いるいいそうだから結構。川さんタガ <laughs> さ,、ね、さん必ずはローマダービーかなすとき、あの<え>一度は見に行ってほしいローマダービーって必ず言いますけど、僕もローマダービーないんですよね。あ僕もないですねあの。コレオグラフィーの美しさを言いますもんね、いつも。ミラノダービーもかなりすごかったけどな。うんうん、<laughs> そうそう、だからそういうのも含めて。 結構、あの教えていただいて、次の時にあの皆さんにまとこれだから、なんかあれかな、えー、そういうんコメント欄に書いてもらえばいいのかな、まあ何でもいいですけど、ぜひお願いします。確かにね、はい、ダービー、別名がついてたりするのも面白いんで、ぜひそのダービーの話盛り上がれるばなって気がしますね。タイミングよく、そのこの金曜日に動画が上がったタイミングでどっかのダービーとかあるといいですね。そうですね確かに とということで今日はカルチョの基本 A to Z ということで、まあ、ちょっと脱線しましたけども、はい、カールチョだったりカンピオナートだったりっていう話をさせていただきました次回はもうダービーの D っていうのが決まってますんでねぜひですね次のですねカルチョの基本 A to D の方もですね楽しみにしていただければなというふうに思っております えー、ということで、ですねまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さよなら